さあ、部屋の中にね、入ってきました。前回の続きからです。うわ、黒い子の底にこんな場所があったなんて誰も想像してなかったな。なんかすごい神秘的なところだね。どうなってるんだろうね。水もなくなってる。あんまりにもすごくて僕でさえハッとしてるよ。空気とかもどうなってるんだろう、ほんと。部屋の入り口はどこ？見える？いや、明らかに入り口だっていうのは見えないな。それじゃあ行き止まりじゃない。それはどうかな？この家を見てくれよ。この岩の先にあるって感じか。ここが怪しそうだな。何の障害もなく部屋にすんなり入れると思ってたけど大間違いだったわ。文句ばっか垂れんなよメルーラ。きっとこれが呪われた部屋の入り口だよ。この岩の向こう側に行く方法を見つければいいだけだ。コッパー、こういう時に使えそうな呪文を知らない？いくつかあるよ。ボンバーダーとかさ。いいと思う。ただ道を開くには何度か唱えないとダメだろうな。それじゃあさっさと唱えちゃいましょうよ。そうだな、その呪文を使ってこの岩をどけよう。なんか怖いね、ほんと。岩を壊す。3時間星5個で合格。やっていきましょう。ここでこれになるのか。予想外だった。岩を何個壊せば通れるようになるわけ？破片が飛び散ってくるから気をつけてくれよ。ちょっとひびが入ってきたんじゃないか？唱えてる感じか。ボンバーダーみんなで何度もやってる。ボンバーダーみんなで同じ箇所に唱えれば効率的だよ。最後みんな一斉に唱えて当てるって感じなのかな。ボンバーダーの唱え方は覚えてる？覚えてます。なんか L 字型みたいな感じだよね、確か。ここまで来て岩に拒まれるなんて信じられないわ。あと数回となれば大丈夫なはずだ。もうループになったからこれどん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 ね、やっておきますね。はい、コインをねゲットします。あと一回唱えれば通れるようになると思う。それじゃあどうぞ、ボンバーダーを唱えて、ゲームズ。みんな離れていった。ボンバーダー。ほら、L 字型みたいな感じ。これで間違ってたらさっき言ってたことがちょっと恥ずかしくなっちゃう。普段使わないけどね。うわあ、危な。チョメはどこ行った？避けるのうまいな。やっとだ。やっと、最後の乗れた部屋に着いた。思ってたよりしょぼいわね。確かに前回はドラゴンがいたもんね。だけどまだ部屋の中に何があるのか分かってないよ。怖いね。何があるんだろう。そうだな、チョメ、未知のものに囲まれてるんだ。どう挑むのがいいと思う？恐れない態度で臨む。現実的に考えて臨む。集中して臨む。まあ一番上だろうね。危険を目の前にしても恐れないで立ち向かうべきだと思う。そういう考え方僕は好きだよ、チョメ。臆してても前に進めないもんね。中に入る前に一つだけいいかな。君たち全員が僕と一緒に中に入る必要はないよ。何が起こるかわからないし、全員が生きて出てこれられるとは限らない。冗談でしょ。ここまで一緒に来たんだから皆で一緒に入るに決まってるじゃない。メルーラの言う通りだよ。最後まで一緒にいるよ。わかった。それじゃあ最後の乗れた部屋に何があるのかを突き止めよう。さあ次回に続きますって言ったら批判がありそうだからやっていくよ。部屋を調べる。みんな準備万端だ。この部屋に何があるのか見に行こう。行くよ。形状は今まで通りと同じだね。周りがちょっと違う感じ。次は何が出てくるんだろう。中に入っているものが気になる。レイクピック現れなかったね。私レイクピックの服装をしてきたんだけど、髪型も似せて。最後の乗られた部屋の中にいるなんて信じられないな。目を引くものといったらあの光る支柱ぐらいかな。何が出てくるんだろう。他の部屋と同じだな。だけど今回は宝は隠されてない。安物の宝石とか装飾品ばかりね。 R はここに何があるのか本当に知ってたんだろうか。うん、もしかしてこれを触れると。部屋を調査する。8時間星5個で合格。やっていきます。あれ、なんか始まった。チョメ、一体何が起こってるんだ？ 8 時間のやつまだやってないんだけど。なんか変な空間に入っちゃったよ。
ここでなんか部屋を調査するみたいな感じか。誰か出られないのかな。あ、でも左下に出るところがある。普通に出れました。だから入った後もできるからね。じゃあちょっと戻るね。みんなどこだ。戻ってきました。ベン、ひたすらチョメをタップする感じかな。兄さんいないもんね、どこにも。他はタップできないから、チョメだけをこうやってタップしていこう。みんな大丈夫なのか。でも結構エネルギーは溜まりやすいね、8時間だけど。あ、メルラが現れた。みんなの声が聞こえない。メルラ、よかった。メルラ、よかった。他のみんなはどこだ？あんたはお兄さんと同じ不名誉以外の何者ではないわね、ゲームズ。え？あんたのお兄さんのジェイコブは行方不明か、もしかしたら死んでるかもね。なんかお前偽物だろ、絶対。それは、そんなことはない。昔のメルラはそうやって言ってたけど、それは違うよ。今さっきここにいた。兄さん？わからない。もう訳がわからないよ。あ、うわぁ、これも本物？偽物？レイクピック。どういうことか理解してるはずです。あなただって呪われた部屋に執着しているでしょう。同じ格好で来たんだよ。お前と会えると思って、違う。そんなことないよ。自分にそう言い聞かせていればよろしいです、ミスターゲームズ。ちょっと待って。こういうことが前にもあった。さっきも言った通り、私は私の意見とは反対に、こっから外に移動されたのです。ジェイコブを置いていく以外の選択がなかったのです。ですが、もし私に選択ができていたら、やっぱり彼をここに置いて腐らせてたでしょうね。どうなってるんだ？いい知らせとして、私はあなたにはジェイコブのように長く苦しい運命の宣告はしません。あなたはもはや役に立ちません。ですから今から私が皆さんを殺します。いや、決闘するの、ここで。怖い。やめて、それ。マジでビビった。ごめん、みんな声大丈夫？ローアン、ネタバレ注意。もうみんな知ってると思うけど。ローアン、これは反則だ。ローアン、ごめん。待ってくれ。行かないでくれ。ローアン。ちょっと声がでかくなりすぎちゃったかもしんない。あんたはお兄さんと同じ不名誉以外でも何者ではないんだね、ゲームズ。それさっきも聞いたよ。同じことばっかり言うな、お前偽物なの。あなたのお兄さんは行方不明か、もしかしたら死んでるかもね。いや、さっきまでいたから。昔のメルラなのか、お前は。どうなってんだ、ほら。またレイクピック。そんなことあるもんか。はい。星をね、5個ゲットしました。あんたはお兄さんと同じ不名誉以外の何者ではないわね、ゲームズ。またやるのか。嫌だ、やめろ。あんたのお兄さんは行方不明か、もしかしたら死んでるかもね。気がおかしくなりそうだ。ずっとループしてた、これ。体が、痺れてきた。動けない。まったく。何？自分が現れた。あ、メルラが、あ、本物が助けてくれた。どうなったってなんだろうね。あ、出てきた。あの支柱を触った時何かが起こった。みんなも同じ体験をしたか？人生で一番辛い記憶が蘇ってきたってこと？ええ、体験したわ。僕はまたローアンが死ぬところを見せられた。私も。僕もだ。他には何を見たの、チョメ。何を見たのか話す。秘密にする。いや、話そう。これはスパイもおるかもしれんけど。埋もれた部屋にレイクピークがいるのを見た。それから兄さんが戻ってこないかもしれないって思った。何度も。僕はここにいるよ、チョメ。お前が見つけて解放してくれた。つまり僕たちは皆一番辛い記憶を何度も見せられてたんだね。気が狂いそうなぐらいにね。もしかして部屋が作られた目的は人を締め出すことじゃなくて、中にあるものを外に出さないためなのかも。君の推測は正しいと思うよ、ベン。部屋の中にあるこの力、宝じゃなくて恐ろしい呪いだったわね。部屋から決して出してはいけない呪いだ。やっぱり気になるんだけど、R は部屋に何があるのか知ってたのかな？もし知ってたのなら、部屋の中のものを一体どうしようと思ってたんだ？見当ならいくつかつけられるわ。どれも悪いことだよな。もちろんよ、R が何を計画してたにせよ、部屋を封じる必要があるよ。
ローワンのため、カナノワのために。そうだな、この部屋には誰も入れさせないようにしなきゃダメだ。だけどどうやって封じればいいんだ。お、レイクピックじゃないこれ、本物。もう遅いですよ、レイクピック。バーナビーが見張ってたはずなのに。あの湖畔にいた愚か者ですか、気づかれないようにこっそり通り過ぎていきました。最後の呪われた部屋を見事見つけてくれましたね。あなたの努力に感謝します。感謝なんてされても嬉しくないな。そうですか、ではあなたはどうですか、メルーラ。いつも私に認めてもらうのに必死でしたよね。私にクルーシオを使ってローワンを殺したくせに、何言ってんのよ。その時の借りを返させてもらうわ。クルーモビリコーパス。悲しいやつ。メルーラ助けてやれ。チョメ、レイクピックは俺とベンに任せろ。いやもうベンのスパイ疑惑はもうやめとこう。頑張ってる本当に。兄さんも頑張ってる。あーベン、兄さん、メルーラ大丈夫か。大丈夫よ、早く決着をつけましょう。立ち上がるの手を貸して。うん。ホグミスオリジナルキャラクターは怖いんだよね。突然いなくなる可能性もあるから。あんたの兄さんもコッパーももうすでにやられちゃってるけどね。残るは二人。その二人があんたを始末するのよ。邪悪な魔女め。アバダ。スピーティファイ。やめろ。みんな倒れちゃった。スパイも来るのかな。あ、一対一の決闘もしかして。まあ大変、残るはあなただけになってしまいましたね。どうしてこんな憎いことを。ローワンを殺したのことを一生忘れないぞ。そんな名前でしたっけ。どうでもいいことはすぐに忘れるんです。それにそもそも私が狙っていたのはいつもメソメソしていたミスターコッパーですよ。今回はもう少し骨のある戦いをしてくれましたけどね。ローアンはベンを救うために自分の命を犠牲にした。そんなのを目の当たりにしたら変わるのは当然だ。自分を追い詰めるようになるんだ。それならそのお友達はしゃしり出ずにミスターコッパーを死なせた方が良かったのではありませんか。お前は人を傷つけることしかしない。その報いは絶対にしてもらうからな。償いね。そうですか、それなら私と決闘しなさい。あ、今回は本当に決闘するんだ。これは勝つよ多分。450ゴールド、推奨されるレベルは40、40、40です。やっていきましょう。これレベル差が違うすぎるからわざと負けます。これでね、あのウィーゲンウィルド薬だけ飲んでたら負けることはないです。あ、負けることって勝つことはないです。私が一撃で小瓶投げでも倒しちゃうから、レイクピックの攻撃を見たいからね。皆さんにも見せないと、私は実況者だから。さあ攻撃してくるんだ。まあ、こんな感じです。普通の攻撃でした。今のは多分インセンディオだと思う。2ターン燃え続ける。まあ人間のやつと同じですね。じゃあささっとやっていきましょうか。お、相手の攻撃見れる。まあこうやって、まあ、これは皆さんわかりますか。あの普通の対人のやつと思う。これ多分小瓶投げて倒せると思う。一発だと思う。はい、終わり。マイナス10。あなたは小瓶で倒せました。レイクピックと決闘する。褒美は300経験値。ゲット。開けなかったな。前回からかなり決闘の腕を上げましたね。ですが、やはり私にはかなわない。エクスペリアームス。唱えましょう。あ、オッケー。武器を弾いた。この生意気な。これで終わりだ、レイクピック。終わり？終わりなどないのですよ。呪われた部屋に入らせなさい。その中にあるのは私のものです。レイクピックを部屋の中に永遠に閉じ込める。レイクピックを警察に連れていく。え、これチャンスじゃね？知らないのかな、レイクピック。上。わかったよ。通してやる。あ、やはりあなたは物分かりのいい人ですね、ミスターゲームズ。物分かりというのは違うけどな。どちらでも構いません。あなたはあなた自身のため、そして R のために正しい選択をしたのです。
いや、ちょっとレイクビック入った瞬間、閉じ込めようよ、本当に。褒美を楽しめばいいよ。コンフリンゴ。大事なところでミスってしまった。でもこれ3回ミスったら右下にスキップっていうのが出てくる。あ、1回ミスったら出てくるのか。はい、永遠に閉じますよ。レイクピックかわいそうだな、レミ。これでレイクピックは永遠に中に閉じ込められた。他のみんなを助けてあげないと。レイクピックはどこ？部屋の中だよ。中に入れたの？うん、もう外には出てこれないよ。ああ。一番辛い記憶の中で永遠に生きることになるのか。うん、だけどそんなことより早くホグワーツに戻った方がいい。ここで起こったことをダンブルドアに伝えなきゃ。いや、来年本当にどうなるんだろうね。第42章完了、最後の部屋ゲット。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。また次回ね、アップデートされたらやっていきますね。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。